です、お疲れ様です。こちらをご覧ください。じゃん、究極カーニー跳ね返し11手に入りました。跳ね返し11で結構変わるらしいんですよ。発動時のダメージ軽減率、相手から受けるダメージ軽減率と跳ね返す時に与えるダメージが大きく上昇。カニといえばね、跳ね返し10でも強いですけど、まあ、跳ね返し11からだよってまあちょくちょく言われてたんでやっちゃいました。はい、マルチずっとやってました。いやー楽しみですね。というわけで早速究極のカニを使っていきます。まあ、迎撃キャラでね、何育てようかって迷ってる方、まあ、参考になれば幸いです。強いです。それではやっていきます。よかったらね、皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よし、やっていきましょうか。今ね、ブルドラのトロフィーやってますんで、ブルドラとカニっすね。ブルドラカーニーでいきます。まあ基本的にはカニで立ち回れるならばカニである程度見てもらって、どっかで一回金バッジも来たいですね。でカニプラスアルファで攻めれるとなおよし。いきますか。太っちょが足なんで、足からなんで、まあ、鳥で取ってもらってカニ出しながらバットや銃剣士で圧かけて、大型が来たらミノ、ミノもいると頑張りましょう。ただちょっと心配なのは正面、まあ、カニがね、あの迎撃キャラではあるんだけど、基本的に正面からしか見れないので、横アタックサイドアタックもできるんですが、魔導ほどの火力があるわけではないので、まあ頑張っていきましょうか。さあ取っていけ。まあこれ取れますね多分。 OK、 さあ早速カニを置きましょうか。1体目、おお、対空がブルぐらいしかいないので、ブルいっちゃおうかな。さあ激流を打ってほしい。素晴らしい、一気にいっちゃおう。スキルって、そうだ、そう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 。さあここはしっかり潰してって、おやつも拾ってって。さあブルがね、麻痺入ってしまってますが、まあ問題ないでしょう。しっかり倒してくれると思いますんで、そっちがめり込んでいく。素晴らしい。まあカーニーがなんかしたっていうか、なんか大型戦で試合が終わったな。よしよし、サイクルガールね、マジ強いですけどね、ビーム打つ前にあのミノがぶん回ししたら終わりますね。さあナイス、とりあえずね1戦目は完勝。カーニーは多分バルキリーにやられてたまあしょうがないですね、当たり前に無理なんで。さあ次行きましょうか。よし、それではね2本目やっていきましょう。カニの金バッジも狙っていきたい。カーニー金バッジ強いからね、スキル発動率全然違う、本当に。さあカーニー金バッジも狙っていきたいところではありますが、どうでしょうか。いっちゃおうか。まあまあ札のバランスがいいですね。足キャラはいませんが3倍はうまい。でもね、あんま倍尽きてね、もしこのトロフィーブルドラが終わっちゃうと、クレフラリーダーなんですよ次。なのでクレフラカニをやらないといけないっていう、すいません音がうるせえ、申し訳ない、目覚ましが鳴っちゃいました。聞かなかったことにしてください。あ、惜しい。さてパンダをとりあえず出して、ナイス潰し、素晴らしい潰しですね。とりあえずカニ置きましょうか。これでない。でカニがね、ガッツの引っ張り食らっちゃうんですよね。今横から殴ってくれてるんで、一応いい感じに立ち回れてはいるのかな。でチビドラも切って火炎で燃やしていくと。でカニがですね毒無効なので、マタンゴに対しては結構強気に出れるかな。さてここは全開にされたくないので、さあパンダでやっていく。素晴らしいですね。
倒していく。いい感じ。ただそろそろブリ行こうかな。攻めらんないですね、このままじゃ。時間もないのでブリ行きます。お相手の大型が何か次第ではありますが、お相手の大型次第ではミノを重ね、ミノを加えようかな。さあ、チビドラも合わせていこうか。さあ、燃やしてけ。ブレントを燃やしてけ。あー、ただね、これ重ねを解除されちゃうんですよね。ブレントすごい強くなってます。さあ、激流頑張ってはいる。ナイス。さあ、倒してくれている。さあ、もう一体パンダ使っちゃいました。というのも、ウサギは確かに、めんどくさいんですが、でね、勝ちに行くんだったら、ここで、ね、身を流してもいいんですけど、もし相手がこれで新強型もう一本いて、やられちゃったら困るので、一回様子見。で、エルフダブルで。あー、攻めてこないですね。ロストがないんかな、わかりませんが。ラストパンダも使っちゃおう。ウサギ流してくるかな。でも、この時間じゃ流しても間に合わないけどな。押すとはないんかな。押すないっぽいっすね、これ。見てる感じ。残念。カーニーがどうこうって感じじゃなかったですね。カニがどうこうする前に、普通に試合が、滞ってた。止まった。まあまあ、3倍ドロー。ドローでも確か180ぐらいもらえるかな。美味しいっすね。よしよし。さあ、次行きましょうか。できればね、大型に当てたいんですよ。カニを。せっかく跳ね返し11なんで。大型に当てて、どれぐらい減らせるかっていうのをね、見てみたいんですけど。しかも金バッチで。金バッチ来ないかな？来ないな。金バッチ。金バッチ。虹バッチが来て違う方の。いや、回そう。ちゃんと回そう。狙ってこう。うん、引けない。まあ、そうそう引けないよね、と。まあ、しょうがないですね。だって、どっちから行こうかな、これ。どっちから行ってもって感じだな。まあ、でもコストが重いからブルから行った方がいいかもしれないな。キラーレイヤーチビブルで横殴りできるんで、もしブルがやられても。まあ、いいでしょう。大砲は撃っていきましょうか。さあ、OK。とりあえずここでカニ置いてあげて。こういう時にまとめてみれるのいいっすよね。ほぼダメージ受けないし。さて、そしたら ?OK、OK。これでね、まあ、まあまあ刺してくれてるんで、まあまあまあやってもらって、で、チビドラもいるんでね、火炎弾燃やしてくれるでしょうと。スライムも倒してくれながら、いいダメージをしっかり稼いでくれている。素晴らしいっすね。で、キラー B が、チクチクと。めんどくさいキャラにもね、ターゲットしてくれてるんで。さあ、これでまたチビドラも触れると。はい、OK。いい感じですね。バイルも呼べたので、まあ、ここでチビドラたちは狩られてしまいますが、まあ、問題ないでしょうと。で、お相手もあれがないのでね、足がないので、まあ、ここでしっかり処理して。さあ、そしたらね、ブル行きましょうか。このタイミング。オッケー。ここまで引っ張れればね、ボコボコにできますね。そして、ナスが出てくると。危ない危ない。ゼウス切らなくてよかったな。ロテーションブルもね、あれ入っちゃうんですけどね。ゼウスから流しましょうか。カニがどうこうって感じじゃないなぁ。まあ、ただ、下側から、カニでこの軍団を削って、腕を狙いたいですね。上見てくれれば。あー、見てくれないかな。あー、もう城殴ってますね、普通に。あー、そして。あー、でも、あれ切ってくれたな。取れるし、ワンチャンあるぞ、これ、爆上。ナイス。いけましたね。まあ、カニがどうこうって感じじゃないんですけど。なんか大型が、カニで戦えるキャラが出てこなかった、今。バールとナスだったな。ちゃいまし。ちゃいました、話。次行こう。よっしゃ、ラストやりましょうか、ラスト。したらね、ラストこそ、カニの金バッジを狙って、まあ、引けるかわかりませんが、狙っていきたい。
頼む、こういうカニの金バッジで、大型も近接でよろしく。キメラとかね、来たらね。あー、めちゃくちゃ札強い。行きたいけどカニの金を狙いたいんや。回すぜ、今回は。あんな強い札だ、来たわ。行きましょうか。札はさっきの方が強かったですけど。しかも3倍。カニ金のね、パワーを見せてやるよ。見といてくださいよ。で、ミノグがね、自分育ってるんで、底力振ってるんで、結構いい感じの札になってますね。大砲を持っていきましょうか。ホックで一発撃ちましょう。さあ、大砲も一発撃って。おっと、ノームが出てきた。ありがたいっすね。これノーム使ってくれるなら、全然ありがたいっすよ。まあ、あげます、あげます。どうぞどうぞ。戻ってください。で、ノームが上に来るか下に来るかで、話変わってくるんですけど、やべ、これだけ出しちゃった。まあ、身は切りましょうか。んでいて、ブルも行こうかな。これでちっちゃいやつで倒したんで、あとはこのツアーで、ちま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 削れれば。で、来ましたね。あぶね。ゴブがいると思うんだよな、あそこ。オッケーオッケー。イノワが頑張ってくれてますね。さあ、早速、カニチャレンジ。ピンバチカーニ、跳ね返し。あ、自信は無理。自信は無理。まあでも、頑張ってくれてますね。一応。ある程度。よくわかってないけど。はい。はい、ナイス。あ、これ止まんないですね。コストは待ってるので、トリデが取られることはないです。ただ、トリデを取れるかどうかがわかんない。3倍だからね、干渉したいとこなんですけど、お相手が手堅くて、無理かな。そう、まあ、スキル系は跳ね返せないんですよね、カニは。まあ、基本的には、大型、まあ、レドラ、それと、キメラにすごい有効。で、あとは、中型に対して強いかなっていうイメージ。はい。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。今回やってきたのは、カニ。跳ね返し11。D0 ですね。いや、まあ強いんですけど、まあなんか、うまいことカニがぶっ刺さる相手が出てこなかったかなって感じ。まあでもやっぱ跳ね返しのダメージも高いし、耐えるしね。さっきベビー軍団とゾネスがいた中で投入して、生きてましたからね。ゾネス倒しきって。ベビーも超削ってくれて、ゴブリンから砦守ってくれて。そう、便利なんですよ。本当に便利。とっさに置けて、ちゃんと倒してくれるから、大型の削る量もやばいし。で、ネズミ剣士からね、恨まれないのが本当に強いなっていう印象。はい。そんな感じですかね。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。